闘で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んださんには金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした。始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前まさか。キリュウ、どうしました。いや、なんでもねえ。花は、夕べの目出し帽たちが誰か当てはついたのか。疑わしいのは、今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外、事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら、私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが改めてその革命家に問い合わせたところ、全面的に否定されました。金塊密輸の話自体が寝耳に水、 CIA に物を頼んだ覚えもないと。どういうことなんだ。我々の仮説としては、全く正体不明の何者かミスター X が革命家になりすまし、CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんと、この私をさらうこと。あんたを、何のために。それがさっぱり。私は組織のしがない末端で、大掛かりにさらうような価値はありません。ミスター X に話を聞かなければ、昨夜起きたことが何だったか分からずじまいでしょう。今大道寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ手がかりはゼロですが。しがない末端のために大道寺が総力を挙げると思えねえが。痛いところをついてきますね。確かにそうです。ですから私としては、他の線からも独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。ん？キリュウさんはお気づきだったか。目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男には、これ見よがしなのだね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから青龍会という組があります。彼らが昨夜の襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか。もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨のやつがいたからって地元の極道とは限らねえ。ミスター X につながる線としちゃだいぶ薄い。ええ、もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早くつかむためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、分かった。いいんですか。その代わり、俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たら、こっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかして、また私が襲われないかと心配を？だとしたら感激です。まあ、そうかもな。どうも違ったようですね。ともあれ、気をつけてください。青龍会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。
とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。見てる。
しばらく寝てろ。おい。あ。ありがとう。おう、なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。また例のソープっすか。うるせえよ、仕事で行くんだ。人聞きが悪い。すんません。まあいい、お前も連れてってやる。もともと空振り覚悟だ。おお、これてめえ人様ん家を覗き見か。あんたらはとぼけんなよ。とっくに分かってんだろ、清流会のもんだ。落ち着けよ。俺はここで一服してただけだ。誤解させたんなら謝る。ええ、極道に囲まれて
そんな不手面してなきゃそれで通ったかもな。わかった、もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どういうつもりで覗いてたか洗いざらい吐いてき遠慮すんな。うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何もわかりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって？何？やっと驚いたみてえだな。どういうことだ？さっき匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧にお前が大道寺の人間だってメッセージ入れてな。俺らを覗いてるつもりが他の誰かさんに見張られてたんだよ。お前はざまあね。大道寺の人間ってなんだ？そんなのがうちに何のようだ。その写真を送ってきた奴に心当たりは？他に何て言ってた？いや何も。ただそいつの言う通り、お前がこの場所でうちをデバガメしてやがってのは確かだ。おら！おら！てめえ！その写真の送り主には興味がある。だがお前らに用はない。ここは黙って行かせてくれ。バカか、寝言は寝ていえ。何してやがる。悪いな、オロチクってやつが誰か知りてんだ。ふざけんな。そういや一応聞いとく。お前ら夕べ不当を襲わなかったか？ああ、何の話だ。だよな、そんなこったろうと思った。この写真の送り主、メールしてきたのは今日が初めてか？てめえに答える義理があるかよ。確かにねえな。もう俺のことは忘れろ。俺も忘れる。覗きを袋にするつもりが返り討ちにされたなんて誰にも知られたくねえだろ。清流会の看板に傷がつく。どの道もう二度と会うことはない。騒がせて悪かったな。おい待てよてめえ、このままで済むと思ったのか。おい、なるほど。では清流会と不当の襲撃は無関係だと？多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は、
誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその仲間です。さらに言えば、今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは。ああ、実は背中に視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか？やれないことはねえ。だがせっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか？と言いますと？人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。そいつらを絞り上げてミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてるのはせいぜい二人ってとこだ。なるほど、確かにあなたならわけないですね。わかりました、私もそちらに向かっています。一応お気をつけてと言っておきますよ。俺に用があるんじゃねえのか？思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか？俺らはもうあんたの正体を知っております。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな、ゲリオさん。誰かと人違いして。何の話か分かんねえよ。だがお前らが何者かは改めさせてもらう。そりゃ随分虫がええんちゃいます？お前は顔を隠さなくていいのか？他の奴はみんな隠してるぞ。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか？ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ？さあな。やっぱりお前の話は何のことだか分かんねえ。そういうことやったらまあ腕ずくで化けの皮剥がしたろ。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ！シェイ！えい！Go!
やっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打登場ってわけか。誰なんだお前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。じゃあろな。それでこそ堂島の竜や。行くぜ。誰さ。誰だお前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や。桐生一馬やのうても近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる。決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ新人門がおるっちゅうことですわ。昨夜不当で襲ってきた目的は。もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大々的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。で、あんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。花輪のことか。
ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少怪しまれたでしょうが、気前よう手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか。そうですけど、昨夜の埠頭にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんてに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽とは。ただ確かあなたは相手を二人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合の門だってどこまでは聞いた。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か。要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ。お前は何を。出たぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。犯人の男。やべえぞ、行こう。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何？シシド、やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ。そういうあんた、大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。シシド、どすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな
半殺しでやめときます。好きにほざいてろ。行くぜ。さてどんなもんかの。さっきから小綺麗な喧嘩やな、桐生さんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ若造。よっしゃ、第2ラウンドや。楽しませてくれ。すごいか、このバンドじゃ。せやっ、拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、
時間切れや。ゲリラさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら私から話しても。おう、上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私のミス。花輪、クソ、シシド、どうすもって何する気やった。目的忘れんな、車乗れ。せやけど頭、この人たちはアモを見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ札が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り渡瀬勝、近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点に立つお人です。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。